本日2回踊らせていただきました毎朝親子ダンススクールです。今ですね、ソウルで親子ソウル37名で今年できたチームで初参加させていただいたんですけれども、小学生から幼稚園生まで小さい子たちも一生懸命頑張って踊っているサークルなので、もちろん親子の方もちろんなんですけれども、3世代で踊っている家族もありますので、おじいちゃんおばあちゃん お孫さんと一緒に踊っていただけたらとても楽しい思い出が作れるんじゃないかなと思いますので、もちろんですね、私のように子供を持ってない若い女性の方、男性の方も、中学生、高校生のお兄ちゃん、お姉ちゃんの方も募集中ですので、こんな可愛い子たちと踊ってみたいという方、ぜひよろしくお願いします。